先生、ちょっとお時間もらいますね。白子先輩と星野先輩が麻雀対決に出られるそうですね。お二人ともポーカーフェイスを忘れず、アビドス代表として頑張ってほしいです。麻雀は1位との点差が開いても上がり方によっては逆転可能なゲームですが、どんな牌が来てもこんな風に平常心を保って他の人に悟られないようにしないと不利になってしまいますから。でもマイペースなあの二人ならきっと大丈夫でしょうね。ブルーアーカイブ。